うん、出会いね、始まりますよ。あ、和装。おお、和装は珍しいね。ワイルド系ですね。優しい顔にヒゲでしょ。いや、いいでしょ、ギャップでしょ。30歳。はいはいはい。私結構ヒゲ好きなんですよ。ああ、かっこいいね。はい。いや、もう緊張しかないっすよ、マジで。昨日ちょっと不安で、飲みすぎてちょっと二日酔いです。正直緊張で飲むんだったら前日じゃないでしょ。こんなこと嫌いそう。いや、なんか合うのかなっていうか、俺うるさい方なんで、なんか苦手じゃなかったらいいなって思います。うん、確かにつかみどころないのよね、もう一人の女性は。そうですね、ちょっと心配ですね。そう、来てるよ。あ、めちゃくちゃ可愛い。はい、かわいいね。かわいい。パルル。パルルさん。うん。いや、パルルがこれできるかなって思うんですよね。いや、そうなんですよね。私もちょっと想像が。そうなの、ね。どうなんだろうね。どうなるんだろうってワクワクしてます。もう本当に向いてなさそうです。一人が好き。あ、自覚してるんだ。一度共演したことがあって、すごい話しかけてきてくださったんですよ。私結構なんかマイナス思考だったりとかするから、ポジティブな人がいいから、なんかポジティブそうだしいいなって思います。好感触。あ、一番緊張するところ。これ一番緊張よ。ここが。お久しぶりです。お久しぶりです。佐野岳です。島崎遥香です。よろしくお願いします。お願いします。覚えてます？はい、覚えてます。京都で。そうですよね。はい、はい、犯人でしたもんね。そうそうそう、犯人で。島崎さんを拉致監禁してナイフを突き立てるっていう、まあ衝撃的な初対面だったんですけども、よかったです。夫婦で。夫婦でよかったですね。今度は、よろしくお願いいたします。お願いします。うわ、緊張すんな、なんか。緊張しないんですけど。マジ？はい。しゃ。じゃあ指輪があるので。早速。左手ですよね。左手の薬指。お、ね、お願いします。かわいい。では。お、入れ。おお、ぴったり。おお、ぴったりだ。かわいい。いいね、いい感じですね。はい。おお。入ってくれ。無理やり行きますね。はい、いけ。あ、入った。ぴったり。はい。これね、ミッション。あ、これか。あ、いきなりもうミッション。あ、もう開いちゃった。いいよいいよ、見て。夫として、妻としての心意気を神様に宣言してください。どういうこと？心意気ってなんだ？心意気、これから頑張りますみたいな。いい夫婦になるぞ的な。頑張ります。違うか。まあ、何しようかな。オッケー、じゃあ俺から行っていい？素敵な家庭を作ります。大きな声で、ね、神様びっくりしてるで今の。そういうことか。佐野さんの理想の奥さんになれるように頑張ります。頑張れ。頑張れ。神様にね、はい、ちょっと見守っていただきましょう。前のめりだな。馬の結婚みたい。いい、とっても、うん。あ、果たして。はい、そして
え、はい、突然、はい、突然来ましたよ。かっこいいね。かっこいい。シュッてしとる、ね、もう泣いてる。ちょっとちょっとウルウルしてますね。ウルウルしてたね。26歳ですね。メンズノンノ、こらイケメンやわ。いやちょっとドキドキしますね。まだ実感もないですけど、マジで結婚すんのみたいな自分がっていうのをちょっと本当に期待と不安ですね、本当に。まあでもね、緊張してもあんま面白くないと思います。楽しみたいと思います。はい、綺麗やな。綺麗。大人っぽくなったね。かわいい。かわいい。もう28歳。海香さん。もう緊張してます。うん。なんかずっと心臓が痛いです。はい、なんかそうずっと口角が上がってる感じで、はい、楽しみではあります。年下の方なので、なんかちょっと少年っぽいのかなとか思ったり、でもあんまり考えすぎないでいこうと思って、ただお互い人見知りだったらどうしようっていう不安はあります。これより結婚式を始めたいと思います。それでは新婦の入場です。すごい緊張してる。いや、分かるよな、もう緊張感が。かわいいね。え、綺麗だな、ほんと。こっちは初めましてなんです。初めましてなんだ。やばい。超恥ずかしいですねこれ。ね、はい、あ、背高いんですね。あ、綺麗です。あ、ありがとうございます。お願いします。あ、なんかすごい緊張しすぎて。永田圭介、26歳です。本当結構面白いと思うんで、一緒に楽しく生活ができたら。性格がね、めっちゃ緊張してもうこんな緊張します。もらい緊張するぐらい、はい、緊張が連鎖した今。川島美香です。28歳です。年上だと思うんですけど、あんまなんかしっかりしてないというか適当なところもあるんですけど、それもなんか一緒に楽しめたらいいなと思います。はい、お願いします。なんて言った、まあ、仲良くしていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、嬉しいですよね、やっぱりなんかこう綺麗、あ、綺麗ですって言ってくれたので。確かにあの一言嬉しいな。それはなんかちょっと嬉しいなと思ってドキッとしました。すごいなんか素敵で、あ、いい匂いで、もうすごかったです。いい匂いで、いい匂いだったですよ、めっちゃ可愛いな、ね、ちょっと戸惑いましたね。
さあ始まりました、私たち結婚しましたシーズン3でございます。初回1時間スペシャル MC の千鳥ノブです。お願いします。そして三浦翔平です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあそして今シーズンのゲスト高橋みなみさんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ翔平くん、はいはい、シーズン3がいよいよ始まりましたね。はい、ね、いや今回まさかの全員役者さんね。そうだそうだ。でパルルはもう高見奈ちゃんの後輩になるんですもんね。そうですね、ちょっと緊張しましたね見てて姉さんとしてやっぱりあの当時塩対応で有名だったので。そうだそうだ、この企画塩対応でされたら困るね。だからちょっと最終話まであの感じな可能性もある。いやこれがね高見奈ちゃんやっていけばね、はい、どんどん変わります、うん、距離が縮まれば ね、どうなっていくのか。いい、ね、はい、さあこの番組は人気芸能人同士が、結婚して夫婦生活を送るという設定のもと、2人がどう愛を育むかという結婚モキュメンタリー番組でございます、ね、モキュメンタリー。そして今回もですね、2人の絆を深めるために用意されるミッション、こちらも今回、東村明子先生が全面監修していただいております。はい、いやでもなんか初めましての2人がね本当どうなっていくのかなっていうのは、今とかこの初日の最初の夜とかが一番一番ね緊張する、緊張して、いや大丈夫かな。結構中田さんとかすごい緊張が私たちに伝わるくらいでしたからね。いい匂いがしたっておっしゃってましたね。だから緊張しすぎて五感が研ぎ澄まされたんですよ。でも匂い大事ですよね。大事ですかやっぱり。やっぱりパートナーさんの匂いが臭く感じたらちょっと厳しいと思うんですよ、うん、はい、大事です。私もやっぱり旦那さん年上なので、まあ、それこそカレーの臭がね、はいはいはい、してきたらどうしようとか。多分僕と同じぐらいの年代ですもんね旦那さん、ね、そうですね、もう46なので、はいはいはい、定期的に耳の後ろの匂い嗅がせていただいたりとか。マジでそれした方がいいっすよ。あれ本人分かんないんですよ。あれ分かんないらしいですよね。そう、全然本人分からず寝てたら急に寝室入ってきて嫁がクサッって言い出してやだ、で子供呼び出してそれによって子供たちもクサックサッ。いや言い方寂しい。すげえ。これがまた最終回に近づいていくにつれて顔が全然違くなってる。表情変わるんですね。役で例えばその彼女役だったりとか、うん、なんかキスシーンがあったりとかってなるのはやっぱある程度は経験してたんですけど、素に近いところでそういう女優さんと絡むことってあんまりなかったんで、そういった意味ではあの距離感ってすっごい近いなと思いながら、確かにある種ドキドキしてたのかもしれないですね。違和感を感じます。やっぱりね、初め今日からお願いしますって人と距離感が近いのは、そうね、やっぱ不思議な感覚ですね。どうしたらいいか分かんなかったのはありますね。いきなり結婚やもんな。名前どうやって呼び合う？友達とかはなんて呼ぶの？パルちゃんとか。パルちゃん可愛いね。パルちゃんにする？パルちゃん。パルちゃん可愛くない？可愛い。うん。これ学で。学。うん。はい。学で。学。学。で、タメ語でいいよね、もう。確かに、結婚したんですもんね、うん、夫婦だから。じゃあ、タメ語でいきますか。はい、あ、うん。パルちゃん、はい、この辺の感じね。はい、まあ、慣れてってって感じかな。うん、あ、なになんか、あの、ポストが。ポスト、あー、え、あれはワタコンポストだね、これ。ミッション入ってますからね。あ、これだ。開けちゃった。あった。新婚生活を送る心境内見して決めてください。楽しそう。いいじゃん。どういう家が好き？引っ越し大好き。そうなの？じゃあ結構引っ越してる？今まで。もう引っ越してる。あのなんていうの？あのなんか継続みたいなやつやったことない。あ、じゃあ更新のたんびに。あ、そう、更新。更新の旅とか更新の前とかに引っ越しちゃう。マジ？じゃあ本当2年に1回とか、とか1年1年以内とかでもある。へえ、変わってる。何を決め手でお家を決める？なんかワクワクする感じ。大雑把。ざっくりだね。
私はお風呂かな。お風呂こだわりポイント、風呂だから私。なるほど、半身浴タイプだ。いや全身浴でいいんだけど。全身浴か。では新郎からどうぞ。失礼します。手が震えるな。失礼します。はい、あ、ぴったり。ぴったり。あ、すごい綺麗。綺麗、うん、素敵です。はい、じゃあ、うわー、あ、なんか変な感じ。変な感じですね。ね、今この瞬間からお二人は夫と妻となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは最初の共同作業です。はい、誓いのキスをする場所をここではないところにご用意しました。ヒントは高い場所です。初めまして。でも即 それまではタキシードとドレスのままでデートをしてください。高い場所。高い場所。東京タワーとかさ。ああそういうなんか、うん、タワー系かな。こ、うん、のままで。このままで。行きます。探します。探してきます。じゃあ任せます。ついてきます。ついてく。もはや。高いところ行きます。はい。はい、では。手をつないでご退場ください。はい。はい。はい。誓いのキスっていう。でもそこにはなんかお互い触れられないというか、あえて触れず。まあ、するのって思うよな。いやマジか。でも面白いな。いやそうですよ。だからちょっとそこはまだこれから考えます。ドライブしたらちょっと。わあ天気めっちゃいい。かわいい。うん、すごいいい天気。えこっち？見て。わあすごい。かっこいい。やば。かっこいい。マスタングじゃないですか。めっちゃ声出たね。かっこいい今。じゃあせっかくなんで。あ、エスコート。これすごい。いや、めっちゃかっこいい。かっこいい。洒落たもん用意するね。ちょっと。じゃあ、こうやって。よいしょ。あ、すごい。かっこよ。すごいテンション上がってますね。うわ見て、ちょっと待たされてますよ。ごめんなさい。いやいや、いやでも見たくなるよね。失礼します。これだけでテンション上がる。テンションめっちゃ上がってるね。すごい気持ちいい。かっこいい、すごいテンション上がってる。車好きなんだね。気持ちいい。最高のドライブ日和だな。いやでもまだなんか全然実感がなくて。そうね、変な感じ。なんかでもそれこそもうなんてこの世界長いじゃないですか。え、おいくつぐらいから？12歳からだった。すごいね。長すぎてもう数えたくないけどね。人生の半分お仕事やってるって思った瞬間にもう数えるのやめた。いやでも普通に緊張してます。俺はもうだって小学生から普通に。そっか、それは確かに。もうあのブラウン管から。いやブラウン管じゃないじゃん時代は。だから今日こうやってさっきのまあとこもあって話せてちょっとホッとしたんですよ。なんかあ、うわーかわいい。見て。だってかわいいね。うん、あれ別に借りる。めっちゃかわいいよ。かわいいねあれ。こじゃない？あ、ここいいね。あ、ここね。写真か。写真撮る。でもなんか仲悪いみたいな。仲悪いじゃあこう、こっちがこうすればいいのか。あ、ギュッと引き寄せて。はい、はい、チーズ。良い感じじゃない？うん、東京駅すごいね。いい感じ。東京イエーイ。ちょっと待って、
あ、撮るとき言ってね。はい。はい、チーズ。あれや。どうですか？いや、いい感じです。いい感じ。あら、綺麗。あ、いい、いい表情もいいよ。これは高いところじゃないもんね。これは高くないね。もうね。あれのビル2つはちょっと高そうだけど。違うでしょ、絶対。じゃあ、ここでもないと。次のところに行きましょう。うん、レッツゴー。あー、まあここか。スカイツリーってことはだからその高いところの場所かもしれない。あ、そっか、そう、だからそういうこと、そういうこと。あ、入ってる。あ、入ってる、入ってる。これ、あ、もうちょっとこっち、こっち。あ、そうそうちょっと緊張感もう取れてきてるね。そうですね、いいね。あ、楽しそう。どうだ、いいと思います。見てみて、スカイツリーポーズでしょ。はい、チーズ。スカイツリーっぽい。ぽいっていうのもある。スカイツリーっぽい。はい。ここではない。ここじゃないっぽいっす。なさそう。うん。面白いね。リアルやね。お、こんにちは。佐野様でいらっしゃいますか。はい、佐野です。すみません、本日担当させていただく谷村と申します。お世話になります。不動産が来てるので、はい、早速ですけど、じゃあお邪魔します。おお、すげえ。めっちゃいいやん。いいな、めっちゃここが毎回ね、家がいいのよ。お、このトイレ。はい。あ、一緒なんだ。お、あ、すげえ。一緒だってね。え、でもかっこいいね。でも大丈夫、トイレとバス一緒。大丈夫派。俺は全然、でも気になるならもう全然バルちゃんに任せる。気になる。オッケー。だってさ、うん、私さ1時間お風呂入るじゃん。その間にさ、お手洗いとかなんてどうする。そうだ、ね、いや入るよ、バルちゃん入っていいって。それきついでしょ。そうだな。おお、すげえ、すげえ。寝室だ。めっちゃいいじゃん。あと収納がこちらにあるのですね。でも2人でこれ入るか。え、もっとある。1人でこれ埋まるぐらい。埋まる、埋まる。マジで。そっか。どう今のところ。今のところ、うん、次行こうって感じ。次も見て見て。私内見めちゃめちゃ早くて。あ、そうなんだ。パパパパって見て、うん、すぐ行く。内見慣れしてるね。次行こう、ね、見ないと始まんないもんね、比べないと。うんうんうん、ありがとうございます。じゃあ次ちょっと、はい、じゃあ分かりました、ご案内いたします。はい、ちょうどこちらから行って、あの奥の建物になります。へー。民家みたいなね。あ、え、広い。おー、やばくない。おしゃれ。マジでかいよ。おしゃれ。広、渋いね。うわ、テラスあるよ。テラスあるよ。テラスはいいよ。晴れの日はいいね。ね、最高最高。やばいね。ワクワクした。これワクワクするね。テンション上がってる。そう。おお、広い、大きい。長湯できるね。長湯できるね。ああ、何これ、窓枠。ほら、私はこうやってトイレから出てきたら、こんにちは。こんにちはってね。そっからね、オーラパルちゃん待ってるわけだ。やだよね。出てきたら可愛い。確かに、確かに。これシャンデリアってやつですか。あ、そうですね。待って、バルちゃんシャンデリアあるよ。やばいね。家にシャンデリアあるとかすごいな。お、広い。何ここは。ベッドルーム。あ、ベッドルーム。へ、うん、いいじゃん、いいじゃん。収納がいっぱいできるね。バルル、どうだどうだ。どうどう、所感的に。でもこっちは本当お風呂もトイレも別だし、バルちゃん好きな浴槽も大きいしさ、ね、で俺テラス、まあ、ちょっと、あ、そうじゃん。あそこワクワクしたね。そうだよね、あとが好きって言ってたもんね、うん、広いしね。確かに。こっちにしますか。こっちにする。お、ね、うん、決まった。決まり。なんかいろいろできそう、こっちの方がね。そうだよね、うんうん、シャンデリアあるし。シャンデリアつければいいだけなんだ。それはちょっと違う、違うだったね。違った。ではここに決めました。あ、本当ですか。はい、買いました。ありがとうございます。よろしくお願いします。そっから、わー、決まった。ワクワクするね。
自分たちで決めたお家はテンション上がりますね。完璧な人だなって今のところ。おう、私はすごい思ったこととかをすぐ言っちゃうし、何でもなんかプラスに変換できる人はいいなって思います。すごい、どこ、ね、相模湖、相模湖プレジャーフォレスト。うわー、ちょっと、あー気持ちいい、気持ちいいな、気持ちいい、こんなとこまで来てるんだ。高、うわ高、そっか高いところか、高いところ登ってるな。これもしかして高台にある遊園地、ここ、この観覧車、お高いところですね。ですね、すごい、もう乗るのも何年ぶりって感じだからな、ね、すごい。私から、私からいいのか。あ、めちゃくちゃミッションカードありますよ。めっちゃあるやん。めちゃくちゃあるじゃん。なんかまた緊張が来た、やだ。え、読んだ。いや読んでない、読み合わせないし。ちょっと一回ちょっと、一回ちょっと考え、考え、なんかね、どのタイミングで読むかだよ。もうちょっと上がって、もうちょっと上がったのにしようか。すごいね、こんな山の、山々が、山々、あ、今4分の1ぐらいか、4分の1ぐらい、まあまあまあ、ね、やばい、見ますか、見ますか。いや、もうちょっと見えちゃって、やだ。え、はい、俺、ま、マジで全く見てない。見てない。よ、4ぐらい、最初の4ぐらい。じゃあ読んでもらって。これ力抜きする。ヒャーだよ、本当だよ、ヒャーだよ、ドキドキするね。いやいやいや、これはもう、え、わから、もう、はい、うん、はい。めっちゃ、ちょっと待って待って、こんな、ちょっと俺、そっか、そういうことですよね。誓いのキスって、はい、どこにするんですか。確かにどこに、ライトのやつですよね。ライトのやつ、ライトのやつ。ね、そのポンペとかやる。ちょっと、ちょっと。え、ちょっと持って。もうあと10秒ぐらいじゃない。10秒ぐらい。じゃあ、はい、もう俺がする感じ。あ、はい。もうだって間もなく結構上の方じゃないですか。うん、いや、本当に。よろしくお願いします。お願いします。はい。危ないぞ、大丈夫、何、何、いや、本当に、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、うん、そうね、はいはいはい。素晴らしい。やばわー、もうやだ、もうやだ、もうやだ。なんでそっち向いてんの。うん、大丈夫です、大丈夫です。もうちょっと、はい、ちょっと照れすぎて、ちょ、自分の顔がもうなんか、ね、恥ずかしいね。気持ち悪すぎて、もうこうなりすぎて、恥ずかしい。恥ずかしい。さすがにさっきあんたばっかだし、これからね、生活が始まるの、始まる。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。でも近かった。誓ったね。なんかすっごい楽しいですね、これ。楽しいし、なんか中田くんもちょっとリラックスしてきたんじゃない？なんか車でテンション上がってから、はいはい、そうそう、割と距離詰めれるようになりましたよね。なんか変に芸能人っぽくないというか。そうそうそう。そこがいい。まだ擦れてないですよね。まだ擦れてない感が、うん、でも出てますね。すごい。際感がある。そして海香ちゃん、やっぱ照れまくってましたね。いや、あれは照れますよね。しかももう既婚者になっちゃったら、あんなうむなちゅう。
もうないじゃないですか。言わんといてください。あれもう二度と訪れないんですよ。南さん言わんといてください。今ちょっとなんか泣きそうになりましたもん。なんかそうかと思うよね、はい、改めてこういうの見るとなんかあんな観覧車のてっぺんで、うん、お願いするねみたいな。あれそういうことなんだ。楽しい。そしてパルルね、言ってましたけどパルル結構でも人見知りがなどうなんか割と好感触なのかもなって。なんかそうよね。まあここで変に佐野さんが間違えなければ間違えなければね。やだよそんな毎回地雷踏まないように気を使ってる佐野学校見たくない。呼び捨てにねもうしていこうということでパルちゃんか、パルちゃんとガクというふうに呼んでます。名前呼び捨てって言いにくくないですか。でもどう呼んでます。私が旦那さん呼ぶときは、うん、下の名前にちゃん付けです。ああ。みなみちゃんなの言われてるの。いやこれずっとテレビで、はい、うん、あのみなちゃんって呼ばれてるって言ってきたんですけど、はいはいはい、ここに来て一応真実だけ 言いたくなっちゃったら言っていいですか。今ここで真実を明かすの。言っていいですか。はい、ちょっと教えてください。みなたんって呼ばれてます。はいはいはい、それはもちろんいい判断でしたよ今まで。いいね。趣味とかある？趣味かき氷巡り。かき氷好きなんだ。そうかき氷が好き。結構行くの？暇さえあれば。だいぶ好きじゃん。そう。趣味は俺ね、なんだろうな、なんかいっぱいある趣味。なんか多趣味なんだ。そう、絵も描くし、あとキックボクシングとかめちゃくちゃストレス発散になるからね。キックボクシング、どう違うの普通のボクシング。手がない。ボクシングはもうパンチだけで、キックボクシングは蹴ってもいい。手もあり。手もあり。へえ。そうそうそう。でも楽しいよ実際やってみたら。楽しそう。ちょっと行こうよキックボクシング。おお、教えるよ。初めての。いいかも。そう、じゃあかき氷って。そう、食べた後運動。そうだ、ね、いいかも。 OK 決まり。もういいデートコース。寒いね。寒いんかい。寒いんかい。めっちゃあるね。決まった。決まった。早くない？ミニの方がいいよ絶対に。ミニ、あの普通サイズ多分食べきれないから。そんな多いんだ。そうそうそう。甘いの好きなの？そもそも甘いのも好き、辛いのも好き。あ、そうなんだ。かき氷はもう主食って感じ。マジかよ。一食。マジ？好きな食べ物。好きな食べ物は焼きハマグリが一番好きだ。うまいな。うまいよ。ハマグリ美味しい。ね。多分。あ、待って。お、びっくりした。ね、はい。え？いやー。美味しそう。でか。美味しそう。すごくない？いやー。酒カスティラミス味。美味しそう。いただきます。うん。うまい？早く。溶けちゃうから一緒にシェアして。うわ、ふわふわだね。うん、いただきます。酒こしだ。うん、結構お酒だ。うま。うん、これビビるね。氷と思えない。うん、ほんと食べる。うん、あとなんか自分でも来るかなんか。あ、じゃあいい、一人でもう食べちゃって。いいよ、とりあえずは。はい、後でまたもらうかも。後ではない。もう食べちゃう。もう食べちゃう。食べてるところ写真撮ってるね。うん、いいよ食べてて。なんか微妙。ごめん、なんかさ、下から撮ったらさ。いや可愛いじゃん。ブサイクに映る。じゃあちょっと上から斜め45度だな。うんうんうん。あ、いいじゃん。嬉しい。でもむずいんだけど。はい、ちょっともうかき氷なんで。そうね、そうね、溶けちゃうからね、はい。あ、いいじゃん。いいよね。うん、よきよき。うん、うわ、来た。うわ、おいしそう。すげえ。いいな。いいよ、後であげるよ。魅力的。いただきます。やばい、大正解だなこれ。いただきます。うん、まあ、いい。おいしい。おみや見た、あ、共演した時。はい。
あんま見ないんだ。自分の見えない。なんで？へえ、恥ずかしい。なんか自分の声とか好きじゃないし。あ、なるほどね。あるような自分の声な。俺さ、恥ずかしげもなく言うとさ、めっちゃ自分のこと好きで。へえ。めっちゃいいね。でも、うん、超気になるもん。え、自分のこと好きな人いいな。本当？あ、じゃあテレビに映ってる自分が好きってこと？どっちも好き。え、どういうこと？どんだけ好きなんだよね。どういうこと？いや、普通の時もテレビに映ってる時も。普通の時、あ、プライベートの時もってこと？面白い。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。めっちゃいいじゃん。いや、もうなんか嫌いなところもある。うん。なんかすっごい忘れっぽいし。誕生日プレゼントとか忘れちゃうタイプ？いや、誕生日とか本当大事な人とかでしょ、うん、大事な人とかのは基本的には大丈夫だけど。おー、よかった。バレンタインとか忘れがちなタイプ？あ、それはそうだね。ホワイトデーとか。悲しい。大事にしたい人？大事にしたい。じゃあ大事にする。結構女子なんだね。女子ですね。そうそうそう、記念日とかね。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかったね。美味しかった。付き合ってくれてありがとう。全然全然。あー、いい。こういうこと言えるのかわいい。このここをこの辺つけてたと。まだドレスなのかな。まだドレス。こんな夫婦いないやろ。家が楽しみ、ね、楽しみだよね、うん、ちょっと待って。え、大丈夫。あれあれかな、あれ。こう、うん、え、大きくない？ すごい。 え、一軒家。一軒家だ。一軒家。へえ、一軒家住んでみたかった。住んだことない。新居。新居。新居、うん、僕らが生活する場所、うん、え、失礼します。お邪魔します。よし。あ、あ、なんかでもいい匂いっていうか、なんていうの、なんか新しい匂い、新しい匂いする気がする。うん、わあ、おお、すごいいい。いい、おしゃれ。すごい綺麗。うん、綺麗。こういうの好き。うん、かわいい。いいね。なんかおしゃれだな。で、お花もちゃんと飾ってあって。本当だ。え、キッチンみたいな。キッチン好きなんだよね。おお。あ、食器もちゃんと。あ、いい感じです。こうやってますね。まだみたいな。いや、手伝えってなる。手伝えってなる。結構階段は。あ、ここはベッドだ。いいんじゃない。あ、ちょうどいい。あ、すごい、なんかさ、反発する、うん、これはもう寝落ちしてしまうわ。ゆっくり寝れそう。うん、いい感じです。いい感じです。じゃあ荷物。あ、何持ってきたのか、はい、お互い、はい、あ、じゃあ、まあ普通に最初、うん、私が使ってるコーヒーのドリップの、なんか、かわいい。そう、俺コーヒー大好き。あ、よかった、うん、ーコーヒー嫌いだったらもう元も子もないなと思って、うん、コーヒー1日 3,4 杯ぐらいで飲んじゃう。あ、本当に、うん、朝絶対飲むから、なんかテンションが上がるんだよね朝。これでこう入れて、コーヒーの香りすると、うん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 、だからこれを朝一緒に。嫌かも。いや、あー。あ、デカ目覚まし出た。知ってる。うるさいですね、これ。めっちゃうるさいの。一番うるさいやつじゃない。一番うるさいやつ。確かにキャッチコピーがスーパーライデンっていう名前なんだけど、あの高架下と一緒ぐらいっていう。え、最悪。感じでちょっと聞いてみる、うん、いや、今、うん、待って待って。これは起きるよ。すごい、やば。これマジうるさいね。これで起きるの。うん、昔からそんなんの。うん、いや、ちょっと待って、コンタクトとかついてる。ね、やばい。剥がして持ってきて。これもうだってもうマジで、ね、ちょっと全然急いで今日入れてきたから超はずい。面白すぎる。た面白すぎる。うん、めっちゃ笑ってる。すげえ。かわいい。あ、手紙だ。つまんない。つまんない。やってくる。なんでペアってむくれたまんまに。あ、これ。
何でもしてる。本当にもう相棒メイク終わっちゃったよ。終わったよ。泣くほど笑ってるやん。そんな感じですね。なんか距離縮まってますね。お、これは誰。え、おっきい。なんだろう。何、え、誰かお祝い、お祝いくれたのかな。え、うん、何これ。なんかあのミッション、ミッションのやつ出たよ。あら、パジャマね、なんかすごい個性的なパジャマが入ってる、うん、あ、お揃いってことか。これがさ、もう T シャツきっと こっちかピンクだろうね。ピンク、ほら、そういうことか。パンダだよ。でも着心地良さそう。かわいい。かわいいよ、うん。似合いそう。似合いそう。お揃いって恥ずかしいけどさ。え、あ、これさ、なにこれ、枕じゃない。でかっ。で、これ1個だよ。あ、いや、いやー、ね、やめて。ちょっと嬉しそうやん。テンション上がるね。浴衣めっちゃ嬉しそうやん。そうね、そうね。着替えよう、着替えよう。いや、笑ったわ。笑いすぎた。ついにドレスとタキシード。ほんまや、今日いっぱい涙出ちゃってる。涙出すぎた、ちょっと。キックボクシング、行くんだ。ターゲットだね、これは。え、待って待って、なんかある。妻に楽しんでもらえるようにひたすら褒めまくってください。なるほどね、うん、しっかり楽しんでもらえるように褒めまくります。褒められると嬉しいですからね、うん、お、来たね。いいね、かわいいね、似合ってんじゃん。普段着ないジャージは。確かにあんまり着ないかも。かわいいね。褒めてる、褒めてる、褒めてる、褒めてる。どうどう、うん、運動いつぶり。運動は、うん、人生でしたことがない。マジで。いやいや、ダンス踊ってたでしょ。踊ってた、踊ってたよ。マジか。もう運動しかしてこなくて俺。ストレッチする、とりあえず。あ、ね、ストレッチから、確かに。じゃあ座ってもらって。よっ。足開いて。あ、もうそれはちょっと本当に無理だな。え、硬い。一回やってみて、どこまでいくか。もうこれで限界。そうでしょ。体が硬いんですよ。え、前にってこと。前に前に。まあ、無理だと思うけど。あ、いかないね、これ以上ね。もう痛いでしょ。痛い、ね、まあ、できる範囲で息吐いて。老後のおばあちゃんの介護みたいな。どんな感じか一回見てみるね。ちょっとトレーナーさんにお願いして、はい。わ、かっこいい。やってるね、これは。めちゃくちゃかっこいい。向け、これは、これはいいぞ。いいんじゃない。ほら、フックまで、はい、おーい、オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。みたいな感じ。おー、どうでした。めちゃくちゃうまい、すごい。よし、はあ、疲れた。おー、ちょっと少しでも体験してもらおうかななんて。お、そう、キュッ。上げて下げる。そう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 、いいね、うまいね。まっすぐ伸びてるし。褒められて伸びます。褒められて伸びた。ワンツー、いいね、うまいね。早いよ。本当ですか先生。ねえ、早いですよね。本当ですか。マジ早い。本当に、なんか嘘っぽいな。嘘っぽい、やばい、褒めすぎて。おー、いいじゃん。1、2、おー、いいじゃん、いいじゃん。ワン、ツー、フック、そう、で、くぐる、そう、で、もう一回フック。おー、いいじゃん、いいじゃん。ぽいぽいぽい。なるほど。最後、ちょっと難しいのチャレンジしますか。はい。ワン、ツー、フック、くぐって、頑張れ、フック、ストレート、キック、1、2、戻る。よー、うまい。イエーイ、うまい。全然楽しそうじゃない。上手上手。
初めてとはマジで思えない。ありがとうございました。終わろうとしてる。すごい、ほんとすごいよ。多分普通にセンスがあるんだと思う。めっちゃ褒めてる。ありがとうございます。やった方がいいよ。大丈夫です。大丈夫です。ハマらなかった。そんなにハマらなかったですね。やばい。いや心配したでしょ絶対。だって褒めまくったらなんかすごい嘘くさいみたいな言われてさ。明るいな。どうしよう。マジで作戦ミスだ。嘘ついてる。あれは私がひねくれてるのかな。喜ばないとですね。可愛げがないですね。え、気づいてます？いや、実はパルちゃん俺の名前一回も呼んでないっす。ああ。それこそ本当いろいろ関係性深めてなんかしっかりとなんかいるだけでこう通じ合うみたいなフィーリングみたいなところまで行きたいんですけどね。いやどうだった？今日一日。ね、どうだった？いや楽しかったよ。なんか最初めっちゃ緊張したけど、うん、パルちゃんの結構なんか素の感じがだいぶ助かったというか。なんかそれであ自分あんまり頑張らなくてもいいのかななんて思っちゃったとか。本当に気を使わせてない、うん、全く全く。じゃあちょっと手でも繋いでみるか。そうだね、新婚新婚1日目だもんね。こっちでいい？何？何があるの？なんかあ、こっちかってこと？うん、そうそう、こっちでいい。こっちがいい、はい、OK。 いやでもこれからちょっとより知れていけたらなって。そうだね、お互いよろしくお願いします。お願いします。やべえな。いや、結婚、結婚ってすげえな。結婚してんだもんな。おお、なるほど、新婚初夜か。めっちゃ見てるんだけど。嘘でしょ、びっくりした。靴脱いでる。寝心地めっちゃいい。え、ほんと、うん、良さそう。あ、寝れそう、これはや、うん、あ、これはいいね。良い。しかもこれ、うん、ちょっと私もコンタクト取ろうかな。そう、目がちょっとしばしばするよね。そう、目が痒くて、うん、なんでだろう、しばしば。でも朝からつけたからだな、私は。そうだね。ちょっと、あ、これあら、うわ、いいぞ。貼り方上手くない？うまいとかある？いや、だってほら見て、キレついた？こん盛り上がってる。このこれ明日になったらどんなんかで置いとこう。うん、置いとこう。え、うん、でもさ、どうやって寝たいとかある？え、どうされて寝るの好きなの？寝方ね。へえ、なんだろう、腕枕とか嫌いじゃないですけど。そうですか。あれなんかちょっとそう、そうだね。腕枕、憧れあるよね。うわー、ふっかふかやばそう、これでも本当に寝れちゃいそう。あ、でも普通に寝れるね。寝れそう。あ、いや、なんか嫌な感じ。いいですよ、この感じ。いいですよ。カメラがあるとはいえリアルテレ。これが見たいんです。はい、これ見たいんです。これが見たいんです。やばそう、そう、これでも本当に寝れちゃいそう。あ、でも普通に寝れるね。寝れそう。あ、ありゃあ、なんか嬉しい。これちょっと恥ずかしい。これだってやってる。これはちょっと待って、一回ちょっと待って、ちょっと一回休憩。はい、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー。切り替えた、切り替えたってわけじゃないけど、覚悟を決め、はい。いやいや、まあ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 、ちょっと熱いな、うん、すごい、もうちょっとごめん、横見れないわ、横見れないわ。よく見えないの？よく見えない。あ、でもコンタクト吸ったし。コンタクト吸ったし、いけるか。よく見え。いや、うん、大丈夫、慣れた、うん、あ、慣れた、慣れるね。慣れってあるの？うん、あるよ。あるね、うん、そう、あとそうだ、俺気になってたんだけど、うん、ウミカっていうさ、うん、名前あるじゃん、うんうんうん、結構珍しくないと思ってさ、うん、お母さんとか親がつけてる。うん、そう、なんかね、うちの父
父さんおばあちゃんが海っていうのをつけてくれて、うん、で花っていうのが、うん、向こうの漢字の意味は、うん、ハスの花っていう意味があるらしく、うんうん、なんか汚いどんな汚いところでも咲く花みたいな感じで言われてるらしくて、うん、強い女性どこでも、うん、こうなんか自ら咲いていけるようなみたいな、めちゃくちゃかっこいいね。そう、うん、実はなかなかやっぱりね、検索では出てこないからさ、うん、それこそこの仕事やって、うん、初めて携帯で海かって検索して自分の名前がここに出てきた時に感動した、うん、今まで海の荷物ってやって変換してたのに、うんうん、そう全国の海かさんはさ省けたかもね、うん、省けた何省けたって何この感じの人は出会ったことないいやだからいないと思う。いないいないいないゼロでしょそっかあんまいないかいないねもう寝ていいですかいやちょっと笑いすぎてもう笑い疲れもあるかもしれない、うんうん、そうだ寝ましょう。大丈夫、これ苦しくない大丈夫別になんか海かちゃんとその中田くんほんまに相性良さそうな、うん、自然体が合ってるんでしょうね。なんかね、そう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 、であんなに笑い合ってたじゃないですか、うん、あれがね非常にいいですよね、うんうん、中田くんはちょっとだけちょっとだけ天然なのかな、もしかしたら。スーパーライデンにコンタクトつかないですからね普通。うん、あとあのスーパーライデン持ってるやつは大体いいやついや私初めて聞いたんですよね、スーパーライデン。スーパーライデン私持ってました。私も持ってました、はい、そんな必需品ですか。酒飲みで仕事してる人は必需品です。あれでも隣で鳴らされるってことですか。そういうことなんですよ。やだ、確かにうちの嫁はぶったたいて止めてたの。わーって絶対そうですよね。すぐ止めないともううわーってなるから。なっちゃう。そしてちょっといい感じで言ってたんですけど、ガク君からしたら名前を呼んでもらってないと、あれ結構ショックというか。私もパルちゃんに高見野さんとか言われたのちょっと時間かかった気が。へー、うん、どうしたらこれパルちゃんはこう好きになってくるんですか。でも本当に自然体でいてほしいと思ってるんですよね、パルちゃんも、はいはい、確か AKB の時もなんか誰かに気を使わせるのがあんま好きじゃないみたいな。ああ、そうなんだ。そうです、多分自分がナチュラルだからナチュラルでいてほしいっていう。でガックンちょっと気使いすぎなのかもね。だと思います。もしかしたら確かに気使いのいい子っぽいもんね、うん、でもやっぱ男性といるパルルはあんま見たことはもちろんないので、うん、はい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 、そうね。あ、こんな感じになるんだなっていうのはちょっと今びっくり。楽しみですよね。楽しみです、ね、どうなるかね。俺あれが楽しみなんですよね。シーズン2ではあったんですけど3もあるのかな。しばらくしたらこのカップルが一緒に会うんですよ、4人で。そこでお互いのことをお酒飲みながら喋ったりしたら、そこでだいぶね動くんですよ。そうで女子同士で喋ったりして、はい、旦那の愚痴とかも言い出す。愚痴とかも出るんですね。天才なんだけど。いい感じ。うん。あら私より可愛くなってるじゃん。今のところさ、うん、妻としては何点？点数つけるもんじゃないけど、俺はでも。よし、起きよう。3、2、1、はい。はい、夫婦感出てるよ今の。可愛い。車？ラップソール。車買うの？これは面白い展開。